修羅丸。ちょっとどういうつもりよ。あ、和代さんお久しぶりです。どうかされました？あなたの庭見たわよ。パンジーの植木鉢、うちと一緒じゃない。真似しないでよね。え、そうでしたっけ？そうよ、私は毎日あなたの庭を監視しているんだからね。え、怖い。いくら私に憧れてるからって植木鉢まで真似しないでよ。いや、田舎の同じ町に住んでますし、植木鉢が一緒なくらいでとやかく言われても、駅前のホームセンターで買いましたよね。うちの駅にはホームセンターくらいしか植木鉢を買うところはないので仕方ないかと。何よ、言い訳はやめなさい。私はこの町に住んで30年。新参者のあなたが私の真似をする資格なんてないわよ。はあ、まあよくわからない理屈ですが、違うものが見つかったら買えますね。まったく、最近の若者は常識がなってないのよね。町内会にも貢献しないし。すみません、仕事でなかなか都合がつかずイベントに参加できないんですよね。都合がつけばぜひ参加したいんですが。はあ、二言目には仕事って、そんなに仕事が大事かしら。すみません。あのね、女は外に出ないで家を守るのが仕事なのよ。仕事をするのは男の役目。いや、まあ時代も時代なんで働かなくてはきついんですよね、我が家は。あら、そうなの。解消なしの旦那を持つと苦労するわよね。え？その点うちの主人は社長だから我が家は安泰よ。羨ましいです。あははは。私は高校卒業してすぐ主人と結婚したから一回も働いたことないのよね。苦労知らずだわよ。それって自慢することか？うん、なんか言った？あ、すみません。ついつい心の声が。とにかく植木鉢はすぐ買えて。あ、買うお金ないかしら。え？何せ妻を働かせる貧乏一家ですもんね。ひどい。あら、事実を言っただけよ。ではごきげんよう。はい、お疲れ様です。私の名前はさやか。郊外の一軒家に主人と10歳の息子と暮らす40歳です。私の近所には和代という10歳年上のママ友がいるのですが、なかなかのくせ者なんです。意地悪な言動はしょっちゅう、どうでもいいことをネチネチと注意するタイプで、ご近所だから邪険にも扱えず困っているのです。そんな中、また急に和代から LINE が。連絡がないけど、何か困ったことある？いや、特に。あれ？今日はご近所さんを呼んでホームパーティーだとおっしゃっていたわよね。なぜだか私は呼ばれてないけど。ちっ。あ、はい、そうです。今まさにやっていますが、ごくわずかな仲のいいママ友しか呼んでないので。あら、そう。で、何かお困りかしら？え、いや、何が言いたいんですか？急に大量にデリバリーが届いたとか、それでお金が支払えないとか。何のことですか？え？そんなもの一切うちには届いてないですが。あら、そう。ならいいんだけど。何かおかしいですね。もしかして私が気に入らなくてはめようとしたとか。いや、そんなことはないわよ。ちょっとデリバリーの注文をあなたの家に間違えちゃったような気がしただけよ。いくらなんでもそんな嫌がらせをしようとしていたなんて、どこまでも意地悪な人ですね。同じ人間として呆れました。何よ、誰だって勘違いくらいするでしょ。それにしてもどこに注文が行っちゃったのかしら。それともあなたの家にもうすぐ来ちゃうかしら。そしたらごめんね、今お金の持ち合わせがないから、とりあえずあなたたちで払っておいてくれる？はあ？あ、解消なし旦那だから払えないか。一体何がしたいんですか？狂ってる。もう注文の時手が滑っただけよ。そんなに怒らないでよね。私が尻拭いしに行ってあげるから。その大量の嫌がらせデリバリーですが、どうやら私の家ではなく、伊集院さんのお宅に届いちゃってるみたいですよ。伊集院様？どういうことどういうこと？住所を間違えて、私じゃなく、伊集院様にしちゃったんじゃないですか？今窓から見えてますが、伊集院様カンカンに怒って、デリバリーの人に状況を聞いてるようですね。大丈夫なんですか？確か伊集院様って、旦那さんの親会社の会長さんなんですよね。やばいやばいやばい。私がこの LINE を見せて状況を説明しに行きますね。やめて。はあ？だったら最初から意地悪なことなんて企まないでくださいよ。天罰ですよ。お願いお願い。どちらにせよ状況説明しないと収拾つかないんで、あなたも一緒に来てください。やだ。許して。やだ。ほんの出来心なのよ。出来心で人をいじめるとか最低ですね。では私一人でも説明しに行きますから。やめて。その後私は伊集院様に状況を説明。伊集院様も和代が意地悪なのは噂で聞いていたそうで、怒るどころか呆れていました。その事件から和代はピタリとおとなしくなり、私のことも避けるようになりました。そして数ヶ月後、久しぶりに LINE が。お久しぶりです。お元気？和代さん、お久しぶりです。はい、元気です。和代さんは？私、この度、この町を出ていくことになりました。お引っ越しですか？お恥ずかしながら離婚です。あ、そうなんですね。なぜですか？この間の事件で、主人にも子供にも愛想をつかされて。すいませんが、自業自得だと思います。そうよね。私、いつからこんなことに。人を攻撃したら、絶対自分に返ってきますよ。そして、財力を武器にして、人に振りかざしてはいけません。私は間違っていたのを今更気づいたわ。遅いわよね。気づくだけマシなんじゃないですか。まあ気づくのにだいぶ時間がかかったようですが。私はこの先どうすれば。知るかボケ。ごめんなさい。あ、すいません。散々意地悪されたので心の叫びが。この先どうするかはあなたが決めることです。私が決めること？ただ私から言えるのは、自分の非を認めた時がスタート地点だってこと。スタート地点？まだ間に合う。今まで人を傷つけた分、挽回してください。わかった。女神様！いじめられっ子から女神様に出世しちゃったよ、私。まあ、あなたとのいい思い出はないんで、もう連絡してこないでくださいね。はい。では。なんか、ありがとう。50歳にして和代は自分の愚かさに気づいたようです。やや遅すぎる気はしますが、デリバリー事件は最悪でしたが、彼女を変えたという意味では結果良かったんですかね。噂によると、和代は遠い町に引っ越し、パートをしながら細々と暮らしているようです。社会貢献の地域ボランティアにも精力的に参加しているんだとか。お子さんはご主人が引き取りましたが、たまに家族で会い、家族も和代の変化を喜んでいるそう。しっぺ返しがいいように人を変えることもあるもんですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。